大正時代に存在した違法な性的サービス、違法なのに人気があった理由とは一体何なのでしょうか。今も昔も多くの人の欲望を満たす風俗店。しかし風俗店の様相は時代によって大きく異なります。例えば昔の風俗店として有名なのは遊郭ですよね。遊郭では遊女という女性が客に対して性的サービスを行いますが、実は近代日本には遊郭以外にも性的サービスを行う店があったんです。大正時代に遊郭の他にも数多く存在した性的サービスを売る店、その知られざる実態と当時の風俗事情について一挙紹介します。こんにちは、女学生 VTuber の春日陽です。今回は大正時代の春を売る女性たち、交渉カフェ女給玉の井の塩靴事情について解説します。それでは早速大正時代の風俗事情から見ていきましょう。大正時代の風俗事情、交渉塩とは、大正時代には日本の法律で認められた公的な風俗店と違法な風俗店の2つが存在していました。まず公的な風俗店とは遊郭のことです。遊郭は遊女というスタッフが酒や食事を振る舞ったり性的サービスを行う場所です。日本全国に大規模な遊郭が存在していましたが、特に有名なのは東京の吉原遊郭ですよね。吉原遊郭は江戸時代に幕府が作った遊郭で、長らく公的な風俗店として国に認められていた遊郭でした。他にも大阪の飛び出新地や松島、京都の七条新地などが知られています。このように政府公認の下で設置された遊郭で働く女性たちは交渉と呼ばれていました。遊郭で働く遊女たちは大抵が貧しい農村部出身の女性です。借金の方に遊郭に売られ、厳しいマナーや教養を仕込まれて一人前の遊女になります。遊郭では月に一度性病検査を行うことが義務化されていたり、働ける年齢に制限があったりと、ちゃんとした営業が行われていました。客側からすると性病をもらうリスクが少ないため、遊郭は比較的安全な店と言えるでしょう。しかし遊郭はこれらのルールがしっかりとしていることもあり、料金はかなり高めです。遊郭の高級遊女と遊ぶには一晩で500万円ほどのお金を使わなければいけないとも言われています。さらに遊郭では独特のルールがあります。今日は初めて遊郭に来たぞ。遊郭は金がかかるって聞いてたから、たんまりお金を持ってきたぜ。これで遊女とあんなことやこんなことを、くへへ。あら、いらっしゃい、初めての方ね。まずはこちらにどうぞ。ん？座敷に通されたぞ。布団もないし、一体何が始まるんだ？遊郭というと、お金を払えば遊女と一晩を共にできるというイメージがありますが、実はそうではないんです。すぐに行為に及ぶことができるわけではなく、まず最初に宴会を行う必要があります。高額な酒や食べ物をたくさん注文し、遊女と座敷遊びや囲碁、将棋をしたり、遊女の舞を見たりして、どんちゃん騒ぎするのが、遊郭の最初のステップです。その宴会を終えた後に、やっと遊女と関係を持つことができるんです。また、遊郭には、一人の遊女と関係を持ったら、他の遊女と関係を持つのはご法度、というルールもあります。遊郭は上流階級の人間の粋なたしなみの一つであり、一般人が、遊女と関係を持つためだけに気軽に入れる店ではないんですね。一方で政府非公認の娼婦たちは私娼と呼ばれていました。私娼たちは政府による取り締まりの対象だったので、大々的に店舗を持たずに立ちんぼをしたり部屋を借りたりしてサービスを行っていたようです。なぜ私娼たちは取り締まりの対象になっていたのかというと、性病検査を行っていない私娼から性病が蔓延したことの他にもこんな事情がありました。聞いた？日本人って国が人身売買を認めてるらしいよ。マジ？ドン引きなんだけど。日本って遅れてるんだな。俺ら西洋人の足元にも及ばないわ。やばい、このままじゃ欧米にバカにされちゃう。こうして明治5年に発令されたのが芸娼妓解放令です。これは欧米による、日本では国が人身売買を公認しているという批判によって発令されたものです。当時の日本は欧米化を目指しており、西洋の考えを積極的に取り入れていました。この制度によって遊郭自体は廃止されていませんが、これによって行き場がなくなった遊女たちは
首相として活動することになりました。そして明治6年には豪商取締規制が施行されます。これは身売りをするにあたって父母またはそれに近い親族または証人から出願されなければ身売りできないというものです。こういった法律の数々が整備され風俗界隈に秩序が訪れるかと思いきや、売春を国に認められていないまま活動する首相たちが増加するという事態となってしまいました。そのため首相たちが密かに集まって風俗店のような形態で働く首相窟が日本各地に現れ始めたのです。首相たちはどこで春を売っていたのか。一口に首相といってもその活動場所は様々です。違法な存在である首相は遊郭のように表立って商売をすることはできません。そのため今の風俗店のように大々的に売春を目的とした店舗を構えることはあまりなく、表向きは別の店として営業していることが多いのです。例えば大正時代には名刺屋という店が存在していました。これは東京や横浜を中心に存在した商窟です。表向きは名刺を提供する酒屋という体裁で営業していますが、名刺屋で働く女性従業員たちは売春も行っています。他にも同じ形態の店として造花屋や小料理屋、新聞縦覧所などがありました。またカフェも表向きは喫茶店として営業していた店です。こちらは売春を前提とした営業はしていないものの、女性によるちょっぴり濃厚なサービスを受けることができます。他にも個人で部屋を借りて営業している人や、援助交際パパ活のような感じで売春をする人、行きずりの男性に声をかけて売春をする人などもいたそうです。玉の井の秘書窟では、今から大正時代に存在した有名な秘書窟を紹介します。東京に大規模な秘書窟があった玉の井という町が存在していました。玉の井は現在の東武伊勢崎線の東向島駅付近の地域です。ではなぜ玉の井が全国に名を知られている秘書窟となったのでしょうか。東京では大正時代半ば頃から秘書が商売をしていたと言われています。特に有名なのは凌雲閣の麓である浅草十二階下です。凌雲閣は明治23年に建てられた建造物で、当時の建造物としてはとても高い建物でした。今でいう東京スカイツリーのようなランドマーク的な存在でした。当時は珍しかったエレベーターや長い階段を利用して写真を展示した美人コンテストなどもあり、多くの人が訪れる人気スポットでした。しかし凌雲閣は人気観光地だったものの、すぐに客足は途絶えて錆びれ、麓は首相たちが商売をする秘書窟と化していたのです。しかし大正12年の関東大震災後に、多くの名刺屋が浅草十二階下から玉の井に移転しました。玉の井は細い路地が入り組んだ町で、この頃から名刺屋が立ち並ぶ町になったんですね。その名刺屋で働く女性、つまり社夫は玉の井全体で1000人以上いたと言われています。中には2000人とも3000人ともする説がありますが、正確な数は分かっていません。玉の井の所轄の寺島警察署の調査によると、昭和8年時点で500件近い名刺屋が軒を連ね、1000人以上の女性が社夫として働いていたそうです。これだけ多くの人が玉の井で体を売っていたんですね。ちょいとちょいと、寄ってらっしゃいよ。今日は美味しいお酒が入ってるわよ。今はいいや。今ならお部屋も空いてるよ。ちょっくら休憩もしていかない？じゃあ寄ってみようかな。名刺屋には小窓があり、そこから娼婦たちが道行く男たちに声をかけ、店に誘っていたといいます。ちょいとちょいと寄ってらっしゃいよという誘い文句が飛び交い、このちょいとちょいとという声は浅草十二階下時代から根津泣きと呼ばれていました。そしてカウンターのみの小さな店に1人から2人の娼婦がいて、客に酒や小料理を振る舞います。そして店の2階には別室が設けられていて、そこで娼婦と客が体の関係を持つのです。中には風呂完備のお店もあったと言われています。名刺屋は1人から2人の従業員で成り立つごく小規模なお店だったんですね。名刺屋は公的に認められていないので違法な店ですが、お安く気軽に入れる風俗店としてかなり人気だったそうです。遊郭は格式高いお店なので、いろいろマナーもあるし、お金もばらまくように使わなくてはならず、庶民が日常的に気軽に入れる店ではありません。一方の名刺屋は娼婦との交渉や店があらかじめ決めた安価な料理で酒を飲んで短時間でサクッと遊ぶことができたため、庶民の娯楽として人気だったのです。違法とはいえ、
お金に余裕がない庶民にはありがたい存在だったんですね。そのためか、名刺屋は大正13年には性病検査だけはきちんとするようにというお触れこそ出されたものの、黙認されるようになりました。ちなみに玉の井は多くの著名人が訪れた町でもあります。特に知られているのは作家の永井荷風です。彼は玉の井の名刺屋によく通っていたようで、木刀奇談という小説作品を発表しています。この作品は視聴靴としての玉の井が全国に知れ渡ったと言われるほど有名な作品ですね。永井荷風の他にも詩人の高村光太郎や作家の太宰治、室生犀星、段家蔵なども玉の井の視聴靴を訪れていたそうです。視聴靴は違法ながらも著名人をはじめ多くの人に親しまれ、最終的には黙認されたというちょっと変わった経緯を持っていたのです。大正時代のカフェの実態。大正時代にはもう一つカフェと呼ばれる特殊な形態のお店が存在していました。カフェというと今ではコーヒーや軽食を取るための飲食店というイメージがありますよね。しかし当時のカフェはただの喫茶店ではないんです。明治時代から日本に喫茶店文化が登場しました。元は普通に飲食を楽しむ場として登場した喫茶店でしたが、やがて普通にコーヒーや軽食を提供する喫茶店と女給によるサービスを売りにする喫茶店が現れました。そしてこの2つの形態の店を区別するために、飲食中心の喫茶店は純喫茶、女給によるサービス中心のお店はカフェと呼ばれるようになったのです。ではなぜカフェと呼ばれるお店が派生したのでしょうか。きっかけは大正12年の関東大震災で多くの喫茶店が潰れたことでした。その後に個人経営の喫茶店が増え始め、独自の営業形態を持つお店が現れ始めたのです。カフェの特徴は女給が客の隣に座って接待することです。カフェでは飲食の他に可愛い女給との会話やスキンシップを楽しむことができるんです。カフェの女給は華やかな着物に白いエプロンをつけて綺麗にお化粧して店に出ます。時には店頭で寝ず泣きをして客引きをすることもあったようです。寝ず泣きは当時の水商売に関わる女性たちの常套手段だったんですね。そして女給の仕事は客の注文を取ったり配膳したりするだけでなく、客について話を盛り上げたり、しなだれかかったり、手を握ったりなどのスキンシップもあります。このようにして客にサービスをすれば客からチップをもらうことができるからです。店から給料が出ない代わりにチップは全部懐に入るというシステムの店がほとんどだったので、女給はこぞって客の男性に色仕掛けしたんですね。例えばこんな具合です。おい、花子ちゃんもこっち来て座りなよ。じゃあお言葉に甘えて、この客自慢話ばかりでだるいけど金払いはいいんだよな。よし、ここは客にしなだれかかって。ねえお客さん、私アイスクリームが食べたいの。かわいい。いいよいいよ、いくらでも頼んじゃいな。ついでにチップもたんまりあげる。よっしゃ。中には人気を得て莫大なチップをもらい、かなり裕福だった女給もいたようです。当時のエリートである大卒者の給料の8倍以上のチップを得ていたすごい女給もいたと言われています。そのため女給による性的サービスはどんどんエスカレートしていきました。客と店外でデートしたり、客の愛人になったりする女給もいたといいます。本来なら客と体の関係を持てるのは交渉のみなので、この行為は法律的にアウトですよね。しかしこの場合は客と女給の自由恋愛という体で行為が行われていたようです。なんともグレーな感じですが、法律の隙をついてうまいことやっていたんですね。大正時代末期から昭和時代に存在したカフェの中にはある2つの人気店がありました。それがカフェライオンとカフェタイガーです。蓮向かいの位置に存在していたこの2つの店ですが、それぞれ店のコンセプトが異なっていました。カフェライオンは貧困法制の女給さんが揃っているため、女給の貧困について結構厳しかったと言われています。こちらのお店では女給によるサービスはあったものの、あまり性的なことはしていなかったようです。一方でカフェタイガーはとにかく女給による濃厚なサービスを売りとしていました。また女給の人気投票などのイベントも行うなど、プロモーションにも力を入れていたようです。そしてカフェライオンは経営方針的に少しでも素行が悪いとクビにされるため、クビにされた素行不良な女給はタイガーの方に流れていたと言われています。またタイガーはライオンの女給の引き抜きなども行っていたらしく、
2つのお店が結構バチバチだったことがわかります。そしてカフェもまた玉の井の秘書窟同様に当時の著名人が通っていたことで有名です。秘書窟でも登場した永井荷風の他にも作家の菊池寛など多くの人がカフェに通い、カフェやその時給を登場させた作品を発表しています。大正時代の性風俗のその後、大正時代独自の性風俗事情は昭和時代に入って戦後になると大きく変化します。まず戦後には大正時代まで存在していた交渉制度が廃止されました。これによって遊郭は消滅、遊女たちは失業することになります。職を失った遊女たちは廃商となって、多くの人は故郷に帰ったと言われていますが、中には他の水商売に従事する人もいたそうです。そして多くの人で賑わっていた玉の井は戦時中に空襲で焼け野原となりました。玉の井にあった多くの名刺屋は焼けていない地域に移り営業を続けたと言われています。一部の店は鳩の町と呼ばれる場所に移転し、赤線地帯の一部となりました。赤線地帯とは戦後にできた政府公認の売春宿が多く立ち並ぶ地帯です。つまり国によって売春可能とされたエリアということですね。赤線地帯は戦後の遊郭跡など日本各地に数多く存在していました。中にはもともと遊郭を経営していた人が赤線で店を開くこともあったようです。この地域の店は表向きは特殊飲食店として存在していますが、売春行為も行っていたそうです。政府はその事実を認識した上で、これらの店に対して表向きは特殊飲食店として営業するなら売春行為をしてもいいよと営業を認めていたといいます。赤線地帯ができた理由としては、娯楽が少ない戦後の男性の欲求不満を解消するため、またはお金がない女性の働き口とするため、もしくはその両方と言われています。一方で飲食店として存在しているだけで国に許可をもらっていないのに売春行為を行っていた青線も存在していました。もちろんこちらは取り締まりの対象です。また大正時代に存在したカフェも特殊喫茶として知られていましたが、赤線の特殊飲食店とは違います。かつてカフェと呼ばれたお店は戦後にバーやクラブなどと呼ばれるようになったそうです。そして昭和32年に売春防止法が施行され、赤線も青線も姿を消しました。売春防止法が制定されるまでは赤線は存続してほしい派と赤線を早くなくしてほしい派で意見がかなり割れていたようです。今ではこの売春防止法により、金銭やプレゼントなど対価を渡して体の関係を持つ、つまり売春自体が禁止されています。でも現在も風俗店は存在するのはなぜか気になりませんか？売春防止法は挿入、つまり本番行為を禁止しているため、端的に言うと本番行為を行わなければ風俗店は違法にならないのです。そのため現在の風俗店では本番行為は固く禁じられています。またちゃんとした風俗店は風営法という法律にのっとって営業しているので、合法な店として存在することができているのです。さて今回は以上です。いかがでしたか？大正時代には法的に認められた商婦、交渉と違法な私商の両方が存在していたんですね。私商は法律上禁止されていた存在だったものの、格式高すぎて交渉に手を出せない人にとってはかなり重宝される存在だったようです。また江戸時代にはきらびやかなイメージがあった交渉の世界も、明治大正時代に様々な制度に翻弄され、とうとう戦後には GHQ によって歴史に幕を閉じています。性風俗を取り巻く制度のあり方は時代によって大きく変化するんですね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。